一歩一歩改善の方を進めておりまして、一歩一歩ですね確認させていただきながら、今事業の方の再生に向けてやっている形になっております。皆さんお待たせしております。言えないですか。そうなんですよ。あそこまでしか我々ちょっと言えないところになっておりまして、申し訳ないです。まずですね、本日、金融庁からいただきました業務改善命令に対しまして、報告書の方、提出の方させていただきました。で、我々といたしましては、継続して、事業をですね、させていただくところと、今ですね、一歩一歩改善の方を進めておりまして、一歩一歩ですね、確認させていただきながら、今事業の方の再生に向けてやっている形になっております。で、まず1歩目なのですが、本日、今までですね、日本への出金を止めていたところに関しまして、出金の方を再開の方をさせていただきました。で、本日付でですね、いただいている、合計ですね、401億円に関しましては、すでに出金指示の方をですね、終了させていただいておりまして、お客様の手元の方に、出金の方させていただいております。ネムの保証に関しましても、ただいまですね、その時期のことにつきましても、ある程度の目処が立ってきまして、そこのですね、明確な時期がですね、確定しましたらば、ちゃんと皆様の方にご報告の方をさせていただければと思っております。